こんにちは、明日来るの案内人です。皆さんご存知の通り、日本は地震が多い国です。せめて次にどこで地震が起きるか分かれば、そう思う方も少なくないでしょう。まずは皆さんにある方をご紹介します。京都大学の西村拓也教授です。西村教授は地震の発生を予測するための新しい手法を研究しています。地震のメカニズムを理解するために GPS のデータを使用する GPS 活用手法と呼ばれる手法です。国は地盤の動きを監視するために全国約1300カ所に電子基準点と呼ばれる装置を設置しています。西村教授は GPS の位置情報を活用して地盤の動きを捉え、地震の研究に役立てようとしています。これにより日本列島の歪み分布図が作成されました。分析結果からは近畿や九州などがオレンジ色になっており、歪みが蓄積されていることが示されています。西村教授は過去に能登半島地震を正確に予測し、その的中率の高さで注目を浴びています。2020年12月頃からは石川県珠洲周辺で謎の地殻変動が観測され、地盤が約3センチメートル隆起していました。この地殻変動に合わせるように珠洲市周辺では2021年に群発地震が相次ぎ、震度1以上の有感地震が80回近くも観測されました。西村教授の地震予測は地震学の最先端の科学的研究に基づいており、詳細な分析結果に支えられています。過去の地震データや質的な証拠も考慮されているため、予測の信頼性が高まっており、西村教授は今後の地震研究について次のように述べています。 GNSS を利用した観測点は現在国土地理院の基準点が全国1300カ所ありますが、今後さらに急速に増える見込みです。特に民間の携帯電話会社などが独自の基準点を運用するケースが増えており、例えばソフトバンクが全国3300カ所以上に GNSS 観測データを活用しています。また海底の観測網も南海トラフや日本海溝沿いにどんどん新設されているため、データはますます増大するでしょう。データの増大に対応するためにも機械学習や情報科学を使った処理が今後は必要不可欠になると考えています。地震の予兆として、地震が起きる前の異常な地面の動きが注目されています。例えば2020年12月頃に石川県珠洲市周辺で観測された謎の地殻変動がその一例です。また南海トラフ地域では28年前から1メートル30センチもの地面の変動が観測されています。ただし気象庁は今回の地震を巨大地震の前兆とは見なしていません。しかし一部の研究者は今回の地震と南海トラフ地震の関連性を指摘しています。たとえメカニズムが異なるとしても、地震活動同士は関連している可能性が高いと考えられています。また最近の地震には共通点があり、フィリピン海プレートの活動によって引き起こされているとされているのです。2024年に入って震度5弱以上の地震が23回も観測されています。これらの地震は福島、北関東エリア、青森、岩手、宮崎、愛媛、高知などで起きており、フィリピン海プレートの沈み込みに伴って発生していると考えられています。このような地震活動は以前とは異なるものであり、フィリピン海プレートの地震活動が増加している根拠です。また台湾の地震もフィリピン海プレートの活動と関連しており、日本国内の地震とも相互に影響し合っている可能性があります。では次に地震が起きる場所はどこなのでしょうか。西村教授と笠原名誉教授が挙げた場所は南海トラフと北海道東部です。笠原名誉教授は南海トラフを挙げた理由について、四国、紀伊半島、静岡、関東など広範囲に影響を及ぼす可能性があると述べています。一方西村教授は北海道東部を挙げた原因を次のように語っています。釧路、根室地方でも地面の動きが観測されているんです。これはいつかわからないけれども、次の地震に向けて着実に歪みが蓄積されているということです。時計の針が進んでいる状態と考えられます。さて皆さんは活断層という言葉をご存知でしょうか。活断層とは日本の内陸や周辺海域に存在する断層で、地質調査などによって地震を繰り返し引き起こしていることが確認されているものを指します。活断層の地震は震源が比較的浅く内陸で発生するため、阪神淡路大震災や熊本地震のような甚大な被害をもたらします。国はおおむね 20km 以上の長さを持ち、地震が発生した場合に社会や経済に大きな影響を与える114の活断層を主要活断層帯として認定し、重点的に調査や評価を行っているのです。海溝型地震とは異なり、活断層の地震は数千年単位で発生するため、発生確率は極めて低いです。2016年の熊本地震を引き起こしたとされる断層帯の一部の区間でも
地震の前と今後30年以内の発生確率はほぼ 0% から 0.9% と評価されており、危険性が適切に伝わらずに逆に安心感を与える情報となったと指摘されています。このため危険度は確率ではなく4段階のランクで分類されています。 S ランクと A ランクという活断層帯の中で最も高いランクは S ランクであり、次に A ランクとなっています。全国には S ランクの活断層帯が31カ所存在し、例を挙げますと北海道の黒松内低地断層帯、石川県の森本戸ヶ断層帯、島根県の新地鹿島断層などがあります。また A ランクとされる活断層帯は全国に35カ所存在し、中には阪神・淡路大震災が起きる直前の発生確率を超えているものもあるということです。阪神・淡路大震災を引き起こした活断層帯の地震直前の発生確率は 0.02% から 8% であり、現在の S ランクの範囲に含まれています。そのうち糸魚川静岡構造線断層帯と中央構造線断層帯の一部区間、三浦半島断層群など合計8つの活断層帯では発生確率が 8% を超えており、阪神・淡路大震災以前よりも危険性が高まっています。東京大学の平田直名誉教授は地震調査委員会の委員長として、活断層の存在は過去の大地震の繰り返しによって証明された重要な事実であると述べました。阪神・淡路大震災も活断層によって引き起こされたものです。日本全国には内陸や沿岸に多くの活断層が存在しており、改めて地震への備えが必要です。一方、新潟県中越地震や岩手・宮城内陸地震などこれまで知られていなかった活断層が地震を引き起こすケースも相次いでいます。能登半島地震も石川県の能登半島付近の活断層によって発生したと考えられていますが、この活断層はまだ調査されていませんでした。日本海側でも海底の活断層が多く確認されており、どこでも地震が発生する可能性が高い状況です。また九州南部の主要活断層帯のない地域でも地震の発生確率が高いことが京都大学防災研究所の西村拓也教授の GPS データによる分析で示されています。西村教授は活断層が近くに存在すれば地震のリスクが高まることは明らかですが、活断層が見つかっていなくても地震が起きる可能性があることにも注意が必要だと述べています。地震対策としては耐震補強や家具の転倒防止など身近な対策から進めることが重要です。一般的に内陸地震の調査では航空写真や掘削調査などを通じて活断層の位置や地震の履歴などを調べ、将来起こりうる地震の規模や発生間隔を推定しています。しかしこれらの過去の記録だけでは全てのリスクを明らかにすることはできません。そのため京都大学防災研究所の西村教授は、地殻変動の専門家として GPS データを使用して地震を引き起こす歪みの蓄積状況を分析し、地震の発生確率を算出する別の手法を研究しています。西日本を対象にした分析の結果、マグニチュード 6.8 以上の大地震が30年以内に起こる確率は鹿児島県や宮崎県などの九州南部で 31% から 42% となりました。一方、地震調査研究推進本部が同じ領域で活断層の調査に基づいて算出した発生確率は 7% から 18% であり、 GPS データを組み合わせることでより高い確率が示されました。西村教授は、地震の発生確率を長期的に予測する手法はまだ発展途上であり、様々な手法が存在します。 GPS データも組み合わせて総合的な長期予測の精度向上に貢献できるように今後も研究を進めていきたいと語っています。地震は断層が移動することによって引き起こされると考えられています。小規模な地震では断層の移動から揺れが始まり、そして終わるまでの時間は短いです。しかし大規模な断層の場合はどうでしょうか。例えるなら、まるでドミノ倒しのようなものです。一つ一つの小さな断層をドミノとして考えてください。大きな断層は多数のドミノで構成されており、つまり小さな断層が連結して形成されています。地震が起こる前は全ての断層が動いていない、つまり全てのドミノが立っている状態です。しかしあるきっかけによって一つの小さな断層が動き始めます。これが地震の始まりです。この動きによって隣の小さな断層も押されるように動き始めるのです。つまり2番目のドミノが倒れます。そしてさらに隣の断層も動き始めます。これが3番目のドミノが倒れる状態です。このようにドミノが一つ一つ倒れていくように、小さな断層は連鎖的に動いていきます。そしてある理由によって断層の動きの連鎖が止まります。つまりドミノ倒しの連鎖が止まる。これが地震の終わりです。この時断層の動き始めの場所を震源と呼びます。巨大地震は
マグニチュード 8.0 以上の場合、断層面の長さは 100km 以上にもなるのです。このような大きな断層は同時にずれることはできず、断層のずれは連鎖的に広がり、地震の持続時間も長くなります。例えば、東北地方太平洋沖地震、2011年3月11日、マグニチュード 9.0 の場合、揺れが始まってから終わるまでに約3分以上、兵庫県南部地震、マグニチュード 7.3 では、大きな揺れが始まってから終わるまで約50秒かかりました。地震が起きてから終わるまでの間、気象庁は日本各地の地震を観測し、マグニチュードや震源の計算を行っています。例えば、東北地方太平洋沖地震では、最初の揺れを検知してからわずか 8.6 秒後にマグニチュード 7.9 の地震が発生したという速報が発表されました。マグニチュードの値が修正されることは稀ではありますが、それは特別な事態が発生したことを意味するわけではありません。地震のエネルギーを正確に評価することは困難ですが、マグニチュードはその一つの指標です。マグニチュードは様々な種類があり、それぞれの計算方法には限定や問題点も存在します。例えば、気象庁マグニチュードは地震の揺れを測定し、最も大きな揺れ幅を使ってエネルギーを推定する方法です。この値は速報や暫定値として利用され、津波の予測や災害救助の初動に役立っています。巨大地震の場合、気象庁マグニチュードでは長い持続時間の揺れが適切に評価されないこともあります。より正確なマグニチュードを求めるにはどうすればいいのでしょうか。実は、断層のズレに注目する方法があります。地震のエネルギーは、断層の長さ、幅、ズレ動く長さと比例しています。そのため、断層面の面積×断層面のズレ動く長さを計算することで、より正確なマグニチュードを推定することが可能です。これをモーメントマグニチュードと呼び、断層がした仕事の量を表しています。ただし、断層の面積やズレ動く長さを直接測定することは難しいため、地震計のデータを使用して推測する必要があるということです。速報や暫定値では気象庁マグニチュードが使用されますが、後に正式な値としてモーメントマグニチュードが適用されることもあります。特にマグニチュード8を超える巨大地震の場合、モーメントマグニチュードがより正確なマグニチュードとして採用されます。マグニチュードは一般的に知られている言葉ですが、その詳細については実は奥深いものです。地震学者たちは様々な方法を用いて、地震の大きさを正確に評価し、被害予測や防災対策に役立てるために研究を進めています。まとめますと、西村教授は、GPS の位置情報を活用して日本列島の歪み分布図を作成しました。西村教授は、GNSS を利用した観測点は今後さらに急速に増える見込みです。さらに陸上だけでなく、海底の観測網も南海トラフや日本海溝沿いにどんどん新設されているため、データはますます増大するでしょう。データの増大に対応するためにも、機械学習や情報科学を使った処理が今後は必要不可欠になると考えています。と述べています。地震が起こる前の予兆について、西村教授は、異常な地面の動きに注目していると述べました。今回の地震は、その南海トラフ地震の想定震源域内で発生しましたが、気象庁は、巨大地震の可能性は急激に高まっていないと判断しています。しかし、一部の研究者は今回の地震と南海トラフ地震の関連性を指摘しており、東京大学地震研究所の笠原純三名誉教授はその一人です。その理由について、笠原教授はこう述べました。メカニズムは異なりますが、お互いに関連して発生しています。今回の地震は、南海トラフ地震と対になったような地震活動であると考えられ、影響が及ぶ可能性は非常に高いと思います。さらに最近起きている各地の地震には、フィリピン海プレートの活動という共通点があるとされています。次に地震が起きる場所はどこなのでしょうか。南海トラフと北海道東部が、西村教授と笠原名誉教授によって挙げられています。西村教授は北海道東部を挙げた理由を、釧路・根室地方でも地面の動きが観測されています。これはいつかわからないけれども、次の地震に向けて着実に歪みが蓄積されているということです。時計の針が進んでいる状態と考えられます。と述べました。活断層とは、日本の内陸や周辺海域に存在する断層で、地質調査などによって地震を繰り返し引き起こしていることが確認されているものを指し、4段階のランクで分類されています。S ランクと A ランクという活断層帯の中で、最も高いランクは S ランクであり、次に A ランクとなっています。全国には S ランクの活断層帯が31箇所、A ランクとされる活断層帯は全国に35箇所存在します。地震は断層が移動することによって引き起こされると考えられています。小規模な地震では、
断層の移動から揺れが始まり、そして終わるまでの時間は短いです。地震のエネルギーを正確に評価することは困難であり、マグニチュードはその一つの指標です。マグニチュードには様々な種類があり、それぞれの計算方法には限定や問題点も存在します。より正確なマグニチュードを求めるためには断層のズレに注目する方法があり、地震のエネルギーは断層の長さ、幅、ズレ動く長さと比例していることが分かっています。そのため断層面の面積×断層面のズレ動く長さを計算することで、より正確なマグニチュードを推定することができ、これをモーメントマグニチュードと呼び、断層がした仕事の量を表しています。このチャンネルでは様々な非常事態を想定し、どのように向き合っていくのかという情報を毎週アップロードしています。巨大地震に備えて今のうちにチャンネル登録をし、生存率を高めていきましょう。それではまた。